これはね、メインライトの決定版です。はい、こんにちは、カッパパです。いつも動画をご視聴いただいてありがとうございます。今日はね、ヘッテンのご紹介です。ヘッテンにつきましては、登山三種の神器の一つということもあってですね、カッパパチャンネルで何度か紹介させていただいてます。ちなみにですね、僕は仕事でよくヘッテンを使うんですよ。で、登山用のヘッテンと違ってですね、仕事用のヘッテンっていうのは、照射角がまず変えられることと、ハイパワー、これ明るさですね。この2点を重視して選んでるんですね、僕の場合。ですので、登山用のヘッテンと比べて、ごつく、そしてね、重くなりがちなんですね。でところが、仕事用ヘッテンのように、照射角も変更できます。ハイパワーです。それでありながら、軽量でしかもコンパクトと、ね、ガサバらないというモデルを見つけました。これもしかして、登山にも使えるんじゃないかなと思いまして、買ってみました。でね、僕的にすごいこれおすすめです。ご紹介をさせていただきます。品番言いますとね、ジェントスの WS243HD、 手元で照射角が変えられるタイプです。はい、内容物は取説、単用の電池が3本で、あと本体という感じになります。でこちらのね、 WS243HD 特徴はマックス580ルーメンで約 2.5 時間持ちます。あともう一つはですね、ここにダイヤルがついてまして、照射角が変えられます。近いところから遠いところまではっきり見えるように、この照射角をこのダイヤルで変えることができるというような作りになってます。で、重さなんですが 118g ということで、フロントに電池3本入れるモデルでは普通の重さですね。明るさなんですが、ホワイトだけの話しますと、ハイモード、最大ですね。これで580ルーメンあります。でこの580ルーメン使った場合 2.5 時間照らすことができます。でミドルモード280ルーメンあります。ミドルで280ってものすごく明るいんですけど、この280ルーメン使った場合約 5.5 時間照射時間があります。エコモードは35ルーメンということ で、これ使った場合25時間、何メーターぐらい届くかというと、メーカーの記述によりますと162メーターと。で電池はですね、先ほどついてきた電池が単4が3本でした。でこのね WS243HD に関しては付属の単4電池3本とそれ以外にジェントス専用充電池って書いてあります。はい、こういうモデルですね。せっかくなんでね、ちょっとこれつけてみましょう。ここに真鍮色の接点があります。でこの電池の後ろにもこれプッシュ式の真鍮の接点がありますので、こことここを合わせてあげると、こうですね。はい、こんな感じで入りました。はい、じゃあね、ちょっとライトがあるんでうまく映るかどうか分かんないですけど、光らせてみたいと思います。まずね、入れて1回押し、これが580ルーメンあります。直接見るとやばいぐらい明るいですね。すんごい明るいです。で2回目ですね、この2つ目、これが280ルーメンで、3回目が35ルーメン。で、次にですね、4回押すと赤の点灯になります。で、続けてやると赤の点滅ということですね。はい、じゃあね、もう一回やってみます。はい、じゃあ5回続けて押しますよ。まず、はい、580ルーメン。280ルーメン。で、エコの35ルーメン。で続いて赤の点灯ですね。で最後が赤の点滅で、オフに戻ります。付属でついてきた、アルカリ電池ですね、単4のアルカリ電池3本は、予備で持ってればいいかなと、ね、いうふうに思います。僕の一番ね、ちょっといいなと思ってるポイントは、最初に言いましたけど、照射角、つまり光が当たる角度、これが変えられるということ。これが絞った場合で、これを光を広げた場合、もう一回絞りますよ。広げます。広げた場合ね、相当明るいですね。で絞った場合は、最長 160m ぐらい届くと。この照射角が変わるんで、手元、あとは遠く、
ね、また手元、遠くというような形で、まあ、いろんな状況に対応できるライトだというふうに思います。今回ご紹介した設定はですね、ジェントスの WS243HD、 特徴は580ルーメンで 2.5 時間、そして、まあ、照射角の調整ができるというモデルでございました。はい、以上で紹介を終わります。はい、ありがとうございました。カンパパでした。